はい、どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。半額のお弁当が4つと、半額のいなり寿司じゃない、握り寿司ですね。握り寿司がこんな感じでですね、いっぱいありますね。すごい状況になっておりますがですね。まあちょっとね、スキーに行って遊んでた帰りにですね、ジョイフルホンダのところにくっついてるですね、ジャパンミートという、スーパーですね。なかなか美味しいスーパーなんですけど、ここでですね、半額弁当をバタバタバタって4つも買ってきたんですけど、さらにですね、この、ちくわの磯辺揚げも半額で買ってきて、さらにこのお寿司の盛り合わせも半額で買ってきたというですね、実際はですね、いろいろご惣菜とか山のように半額で出てきたんですが、売ってたんですが、今回はちょっと冷静になりましてですね、あまり買いすぎないようにして、とりあえずお弁当4つだけ買ってきたんですよ。それでですね、このお寿司がやっぱすごいなと思って、これ定価2500円で、これがですね、あれです、マグロの本マグロの大トロが3貫入ってるんですよ。で、中トロが3貫入ってるっていうですね、なかなかすごいお寿司なんで、これがですね、2500円の半額で、1250円で、20貫入ってるというですね、なかなか1貫あたり70何円なんですね。なかなかいい感じでございますね。これ買ってきたってことですね。あとはですね、まぁ、ちょっとね、ただ、それでもやっぱりさ、1000いくらなんで、ちょっと贅沢なんですが、まあその分ですね、半額の弁当、これ全部200円ですね。鮭コロ弁当がですね、なぜかですね、鮭コロ弁当がですね、2つありますね。はい、鮭コロ弁当が2つあるんです。これなんでこういう風になったかっていうと、間違えたからですね。間違えて同じ弁当2つ買っちゃったっていうですね、バカだよね。どうすんだよ、こんなのってことなんですが、一気に2つ食うか。なんで同じ弁当、いや、いろいろ種類があったんだけど、今回はですね、鮭コロ、弁当をですね、買うときに、冷静に買おう。うん。冷静に買おうと思ったんですよ。なんで、冷静に、買うつもりでした。はい。したら同じの2つ買っちゃったっていうですね、全然冷静ではなかった。弁当ね、半額弁当で、ね、10種類ぐらいあったんだよね。その中でピックアップして、いや、10種類も買ったらまたバカだから、4種類にしようと思って、4つピックアップしたら、2つ同じの買っちゃいました。ははは。死ねよ。こんな感じですね。あとですね、あとハンバーグ。これすごいんだ。これで200円だよ。メンチカツとハンバーグ。ひき肉の塊みたいな。これで200円です。なんか下にスパゲッティまでついて、すごいね。あとですね、似たような弁当でですね、ささみフライのり弁当タルタルっていうの買ってきてですね、もう、ほとんど一緒です。だからですね、ほとんど一緒のような弁当見つかってきちゃってですね、全然冷静ではないですね。で、さらにですね、ちくわの磯辺揚げが、俺好きなんで買ってきたんですけど、後で考えたら、こことこにちくわの磯辺揚げがですね、入っててですね、もうダブりまくりです。うん。これだけ、だからこれとこれだけが独立してるというですね、非常にですね、まあよろしくない時代だったわけでございますが、とりあえずですね、まずはやっぱりお寿司を食べないとね、なぜかといえば生分なんで、この動画ですね、2024年の1月に撮っておりますがですね、いくらですね、真冬だといっても、やっぱり生の魚はですね、まあ1週間前に買った刺身を食べるとか、まあそういう動画撮りたくないんで、これはちょっとしまいましょう。よし、あった。うん。で、ちなみになんですが、この辺のですね、いろいろ買ったやつはですね、例のこと大量に買ったですね、カップ麺と一緒に、まあ、お昼ご飯とかそういった形でですね、食っていきたいと思ってますので、動画を撮るのか、動画を撮らないのか、その辺についてはですね、未定でございますが、まずはお寿司をいただこうってことで、やっていきたいと思いますね。大トロ握り。大トロ握り寿司20貫。大トロ握り寿司20貫。2500円の半額で1250円ということでですね。なかなかすごいものでございますね。あ、立派でございますね。ちなみにジャパンミートですね。これはジャパンミート千代田店って言うんですが、大田に近いですね。埼玉県と群馬県の境目あたりにあるところで買いました。はい。じゃあね、いただいてみたいと思うんですけど、この寿司はですね、実は大きな謎があります。なんだかわかりますか？大トロが3貫あります。イクラが3貫あります。サーモンが3貫あります。中トロが3貫あるんですよ。それでですね、一方で、ブリが2貫で、これ多分ね、
ヒラメだと思います。ヒラメ2貫、エビが2貫、イカが2貫なんですよ。これさ、3人で食べても、2人で食べても、分けられないんですよ。そうだよね。3貫、3貫、3貫、3貫で、2貫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 でしょ？ね？だから、3貫あるやつと2貫あるやつがぐちゃぐちゃになってるから、2人で食べようとしても分けられないし、3人で食べようとしても分けられないという謎のうちで、20貫盛りなんですよね。ただね、私の場合は全然問題がないんですよ。なぜだと思いますか？それはですね、私が一人でこれ全部食っちゃうからですね、この部屋にいるのは私一人なんで、これが私一人で全部食うので、二人に分けようかな、三人に分けようかなっていう問題が生じないんで、特にどうでもいい話でしたね。じゃあ一人でいただきたいと思います。こういうさ、なんかファミリーパックみたいなのを一人で食ってすっげえ寂しいよな。まあいいんだよね。いっぱい食うんだ俺は。はい、それでわさびとお醤油は用意してますね。わさびがないってんで。それでですね、やっぱりビール。お寿司といえばですね、ビールです。いいビール買ってきました今日はね。プレミアム生ビール。ということで今日はですね、大トロ半額本マグロ大トロ、ですね。今日は、半額大マグロ、大マグロじゃない、半額本マグロ、本マグロ、本マグロの本ちゃん、本マグロ大トロを、プレミアム生ビールで決めるということで、動画タイトルをつけて頑張って再生数を稼いでいきたいと思いますね。なかなか必死でございます。やっぱね、お寿司には何をお酒を合わせるかって話なんだけど、まあ、あれをね、日本酒を合わせるってパターンもあるんだけど、ビールってのは一つの鉄板でございますね。ということで、まずビール開けます。あ、いい音だね。で、ビール開けます。昔はね、引っ越しの手伝いとかですね、引っ越しですよね。引っ越しの手伝いに行くと、大抵はですね、お礼に寿司とビール。そしてですね、ビール飲んで酔っ払って、それで酔っ払って車を運転するっていうのがですね、トラックですね、引っ越しのトラックをですね、ビールの、寿司食ってビール飲んで酔っ払ったままですね、引っ越しのトラックを運転するっていうのがですね、昭和の日常でございました。今そんなことやったら捕まっちゃうからね、いや、絶対やっちゃいけないけどね。じゃあビールです。乾杯。プレミアム生ビール、これどこのなの？トップバリュー。あ、トップバリューブランドだ。キリンでも札幌でもなくて、あ、札幌だ。ここにですね、イオントップバリューブランドって書いてありますけど、製造者は札幌ビールなんで、札幌のプレミアム生ビールですね。いただきます。うめえ。うめ。ビールうめえな。俺、アンパビール飲まないんだけどね、時々無性に飲みたくなるんで、今日は買っちゃいました。じゃあね、まずは当然ですね、大トロからいただくわけですね。大トロからいただきます。それでですね、まあ、醤油つけてもいいんだけど、せっかくなんで、最初は醤油つけないで、ちょっとね、仕上げてますけど、群馬県のですね、と埼玉県の境目からですね、春日部までずっと車に積んであったんで、ちょっと仕上げてますが、味は変わらない。いただきます。で、なんとも言うように、寿司っていうのは基本的に手づかみです。で、醤油をつけるときは、絶対にシャリにつけないでこれにつける。そして、これを下にしたさか、おっと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 、おっと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 、魚を下にして、まあ、美味しいけどね。すごい脂っこいね、このマグロね。ガリがちょっと、ガリの量がちょっと少ねえな、これ。これしかねえな。まあいいや。じゃあ次、中トロ行きましょうかね。やっぱりこれ、とろけるような、いわゆる、脂ギトギトの、まさに大トロみたいな。じゃあ中トロですね。これも脂ギトギトですね。なんか中トロも大トロも大トロみたいに脂があってさ、なんか中トロってさ、結構もうこれ脂全然なくて赤身じゃねえっていうのからさ、なんかほとんど大トロみたいな中トロがあるけどね、この中トロはね、ほとんど大トロみたいな中トロ。
すんごい脂ギトギトよ。うん、いただきます。あービールめ、あービールめ、あービールめ、あもう飲んじゃった、もう終わっちゃった、うん、まあね、すぐ酔っ払っちゃうんで、うん、ただもう味とか関係なくなる。じゃあ次何食うか、やっぱ三冠あるやつから食っていくんで、するとサーモンでしょうね。サーモンですね。サーモン、サーモン食います。普通ですね、普通です。はい、うん、ああでもうめえな。うん、1貫75円だと思うとますますうまい。次いくらいきましょう。いくら、うん、いくら、これですね、いくらの軍艦。うんうん、まあいいんじゃないですか。うん、ね、2500円じゃなくて1250円だと考えれば、まあお買い得ですね。やっぱりこれはいいですね、うん、あーうめ。というわけでね、3缶あるやつは全部ね一通り食いました。うん、だから次2缶のやつをいきましょうかね。うん、2缶のやつ醤油つけましょうかね。醤油、これをちょっとぶり、これブリなんかな、ハマチなんかな、どっちだろう。ブリのちっちゃいのがハマチなんだよね。だからブリとハマチって同じ魚なんで大きさが違うだけなんで、お醤油ちょっとつけて。うんうんうん、ハマチかブリかどっちかの味ですよ。うめ。やっぱ寿司っていいよね。やっぱね、うん、うん。じゃあ次、これはね、ヒラメかカレーかどっちかです。ヒラメかカレーかどっちかだと思うんで、いただいてみましょう。ヒラメかカレーか、どこが違うかっていうとね、カレーの方がちょっと水っぽいんだよね。うん、ただこれね、買ってから結構時間が経ってるんで、干からびてるかもしれないんで、そうするとカレーでもヒラメみたいな味になるかもしれない。ちょっと食ってみます。うん、うん、多分ヒラメだと思う。うん、ヒラメだと思う、これ。いや、カレーかな。うん、書いてねえのか、これ。うんうん、ね、原材料名、米、調味料って書いてある。うん、魚が入ってね、原材料名にここに米、米、かっこ国内産って書いてありますね。米、まあ、米はあるんだけどね、魚っていうのが入ってないですからね。まあいいけどね、見りゃ魚なのわかるからね。うん、まあ、これはエビです。はい、うんうん、次、次エビいきましょう。エビ、エビです。うん、やっぱね、エビっていうのはある意味ですね、ロマンだよね。エビはね、やっぱね、なんか高級品っぽい感じでロマンがあるよね。ダメ親父っていうさ、古谷光俊っていう漫画家が描いたさ、有名な漫画があるんだけど、まあそのダメ親父のさ、親、ダメ親父が大好きな好物がエビなんだよ。エビってやっぱロマンがあるよね。うん、ちょっとエビいただきましょう。うんうん、うん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 、エビ
いですね。エビですね。やっぱいいね。お寿司っていうとやっぱりね、うん、まあマグロが王道っていうけど、やっぱエビは欠かせないよね、やっぱね。うん、やっぱこのいろいろエビも種類あるけど、やっぱこの蒸しエビ、この火の通ったこのエビですね。やっぱこれがね、やっぱり欠かせない。まあ甘エビとかさ、生のエビも美味しいけどさ、やっぱりこの蒸しエビだよね。やっぱりこの蒸しエビってのがね、俺はね、やっぱりいいなと思うね。うん。じゃあ次行きましょう。次、イカです。イカはね、よくある、あれがですね、このイカにですね、イカの刺身になぜかですね、なぜか知らんけど、イカの刺身ってわさびがいっぱい入ってることが多いんだよね。それで、イカってさ、これなかなか噛み切れないじゃん。噛み切れないで、くちゃくちゃやってる時にですね、この大量のわさびがですね、この体の中に入ってってですね、痛い目に遭う。イカに大量のわさびが入ってると、イカの握りに、結構地獄になりますよね。うん。やってみろってか。やってみろってか。なんかね、イカの握りって、なんか、わさびがいっぱい入ってない？俺の、勘違いかした。じゃあね、瓶なくなっちゃったんで、次のお酒ですね。次のお酒は何を飲む？次のお酒は、よいしょ。これ行きましょう。クリア朝日。もう今日はね、ビール系。まあ、これはですね、まあビールじゃなくて、これは発泡酒ってやつですけどね。ビールじゃなくて発泡酒ってやつなんですけど、味はほとんどビールに近い。うん、クリア朝日。クリア朝日ですね。朝日ビールが作ってる。要するに、まあ、なんていうか、発泡酒でございますね。うん。ビールもどきですね。一生懸命ですね、この税金が安くなるようにですね、一生懸命開発したんですけどですね、その開発の努力をすべて無駄にする、酒税法改正っていうのがあってですね、なんか面白いなと思うんですけど、まあ、このクリア朝日ですね。いただきます。よく安い飲み屋で行って、ビールとか書いてあるけど、ビール、カッコクリアサイって書いてあることがあるよね。違うだろ、みたいな。うん。まあ、味はビールに近いんで、ちょっと甘いよね、でも、普通のビール。うん。某飲み屋でさ、ビール、カッコクリアサイって書いてあるさ、お店があってさ、ちょっとじゃあ次はね、わさびを入れましょう。大トロにちょっとわさび入れます。入れすぎるとね、これ台無しだから。わさびをこう入れて、でこの上に大トロを乗せて、でこの上にお醤油をちょっと垂らしてですね、まさにこれが正しい寿司の一般的な食い方なんで、まあ、これでちょっと食ってみましょうか。じゃあまず大トロから。大トロでございます。こう大トロでは贅沢でございますね。美味しいけどちょっと生臭いな。まあ、1貫75円だからね、文句言っちゃいけないから。美味しいよ。美味しい。全然お得感ありますけどね。若干ちょっと生臭いけど、まあ、それはしょうがないよ。この値段なんだもん。文句言っちゃダメだよ。1貫500円とかさ、1000円でさ、あれちょっと生臭いなって言ったら、それは死ねよって話になるけど、1貫75円で買ったんだからさ、それで大トロだぜ、大トロ中トロなんだからさ、ちょっとぐらい生臭くたってそんな文句言うなって言って、はい、その通りでございますみたいな。うん、美味しいな。でもこれ、お買い得ですね。なんか、なんやかんやと昔より大トロって安くなってるよね。なんかね、前、じゃあ次中トロ行きましょう。前ね、ちょっとね、まあ、水産系のことの仕事をやってる人にさ、ちょっと話聞いたんだけど、マグロとか今養殖がどんどん増えたじゃん。近畿大学とか一生懸命頑張ってさ、で品種改良ガンガン重ねてですね、今ですね、ほぼほぼ全身大トロのマグロっていうのができてるらしいっす。要するにマグロってお腹の部分が
トロで、背中の部分が赤身じゃないですか。それをどんどん品種改良して、背中の部分まで全部トロにするんだって。恐ろしいよね。要するにこれ、トロにするってことは何かっていうと、これはですね、要するに油ギトギトなんで、要するに全身ですね、肥満体です。要するに全身肥満体みたいなですね、マグロを品種改良で作って、背中の方まで全部トロ。うまいな。この中トロはね、すんごいね、なんか、脂が多い一方でね、生臭くないんだよね。大トロの方がちょっと生臭いんだよね。中トロの方がうまい。なんかすっごい脂乗ってるしね。だから、マグロで、前は大トロ、トロってさ、お腹の部分のちょっとしか取れなかったんだけど、その面積がどんどん広くなってさ、もう最終的にはもう、おっぽの部分から、全部トロみたいな感じに品質改良していくんだってと、逆に赤身が貴重になるかもしれないんだけどね、今後ね。そういう時代になるかもまた知らないですね。昔はね、昭和30年代40年代ぐらいまではトロって高級品じゃなかったっていうね。マグロって言うとやっぱり赤身があれで、こんなトロみたいな脂ギトギトみたいなところは食えねえみたいな感じでさ、なんか雑魚みたいな扱いされてて、赤身の方が大事にされてた時代もあるっていう話はね、まあお袋から聞きました。昭和の90歳近いばあさんになった私のお袋から、俺がなって60だからね、もう今年ね。まあ当然すごいばあさんなんだけど、そのばあさんからですね、聞きました。昔はね、トロって本当にね、下手すりゃ捨ててたっていうね。それぐらい食わなかったもんなんですけど、今すごい重宝がられてね。これで、で今品種改良で、もう背中の方から尾っぽの方まで全部あれだって、この醤油使うか、こうやってこういうところにある醤油あるじゃん、こうやってさ、お寿司ないじゃん。で使えないでさ、こうやってさ、自分でこういうボトルの醤油とか使ってるけどさ、結局こういうのってさ、使わないで残してさ、最後さ、なんかこういうのだけ山のように溜まるんだよね。だからこうやって全部寿司、これ全部かけちゃうもん、全部かけちゃおうと。こうやってかけてさ、こうやって全部かけてこうやっておくと、そうだよね。こうやってかけて、よし、オーケー。じゃあこのマグロ、これ醤油かけた。よし、じゃあ醤油かける。これ次、イクラちゃん。イクラってさ、イクラの握り軍艦ってさ、わさび入れるもんなの？イクラの握りって、わさびって入れるの？どうなんだろう？入ってたっけ？最近さ、俺ちゃんとした寿司屋にさ、まあ、回転寿司がちゃんとしてないっていうのはちょっと失礼な言い方かもしれないけど、いわゆる高級寿司店みたいなこと最近全然言ってないからさ、いわゆる大将がさ、ちゃんとさ、カウンターでさ、握ってくれてさ、でまあ寿司食って酒飲んで、まあ1万円ぐらいか、1人1万円ぐらいのさ、まあそういう寿司屋ってあるじゃん、1万円ぐらい1人、ああいう寿司屋って最近全然行ってないからさ、1人で行くとああいうとこあんまつまんねえし、一緒に行ってくれる人がいねえんだよ俺は。大津彩香さんとのどぐろ行こうかみたいな。大津彩香さん、のどぐろ行きませんか、大津さんのおごりで。じゃあね、サーモン行こうかな。のどぐろ、ああいうなかなか高級店のさ、なんかありがたさって俺あんま分かんなくてさ、行かないんだよね。なんかあんまり、まあ確かに高級店すげえなと思うんだけどさ、昔はやっぱり高級店ってほんと高級だったんだよ。本当に
昭和の時代なんかはやっぱ高級店っていうのはやっぱりすごいもんだったらしいけど、でまあ今はこの高級店がレベルダウンしたんじゃなくて、いわゆる安価なお店がすごいレベルアップして美味しくなっちゃってさ、特に寿司は顕著だよね。寿司はだってこの寿司さ、これ20貫入って1250円だけどさ、まあ定価2500円だけどさ、めっちゃ美味しいぜこれするとあのカウンター座って1万2万取る寿司屋にさ行くのかって話だよね。うん、あのね、要するに保存方法とか調理方法、要するにさ、こういうさ、ファミ、まあ、典型的なのはファミリーレストランなんだけど、とかそういうチェーン店みたいなところがさ、めちゃんこ味が良くなったんだよね。めちゃんこ味良くなっちゃって、その素人の舌だと、まあ俺も素人だけどさ、俺みたいな素人の舌だとさ、高級店とさ、こういう安いさ、これ1貫75円だからね、こういうもののさ、差が分かんなくなっちゃったんだよ。だから本当のさ、グルメな人、本当のスーパーグルメなさ人だとやっぱりさ、こういうスーパーのさ、まあ1貫75円のさ、まあこれ半額で75円なんだけど、実際150円なんだけど、定価はそうだよね、2500円で20貫だから10貫だと250円、125円か。あ、でも定価でも1貫125円か。で、さらにそれを半額で買ったから65円か。失礼、1貫65円なんだけどさ。まあ、こういうもののさ、差がさ、まあ、俺みたいな素人だともう分かんない。全然。高級店と。でもやっぱり、本当のグルメな人は分かるんだろうけどね。うん。俺のレベルだと、これぐらい美味しい寿司だとね、もう分かんない。高級店との差は。あ、ちょっとわさび入れすぎた。あ、大丈夫。だからいかないよね高級店に。そういうなんかスーパーな舌を持ってる人ってやっぱすごいすごいよね、なんかね全然わかんない。じゃあこあのイカの握りにわさび入れすぎると地獄を見ますからね、入れすぎないようにしないといけない。でこれからとかこうして、この寿司は、ジャパンミートっていうお店で買ったんだけど、ジャパンミート、あのジョイフル本体にくっついてるスーパーなんだけど、ジャパンミートの寿司うまいね。ジャパンミートっていうのは、ミートだから肉屋なんだけどさ、なんかすげえうまいな、これ。ウオーベイと匹敵するね。ただね、俺は味のうちの素人だけど、ウオーベイとスシローの味の違いは分かる。スシローはやっぱ美味しくない。俺の意見なんだけど、それはもちろん俺の意見なんだけど、スシローはあんま美味しくないね。やっぱウオーベイが回転寿司はダントツで美味しいんだけど、その、ウオーベイレベル、これは、なかなかいいと思います。美味しいですね。スシローはね、なんか俺ね、まあそれは相性とかいうの、俺スシローの悪口ばっか言ってっけど、まあもちろんスシローは美味しい美味しいっていう主張の人もいっぱいいるからさ、まあ、それはいいんだけどさ、もちろんさ、なんか俺はスシローはね、あんま美味しいと思わないんだよ。ウオーベイが美味しい。で、このジャパンミートのこのお寿司はね、ウオーベイレベルで美味しいですね、これはね。やっぱウオーベイは美味しいよね。じゃあ次、大トロ行きましょう、大トロ。で、もうちょっとわさびを入れましょう。わさびね。ちょこっとだけ入れます、わさび。入れすぎるとろくなことにならないと思う。じゃあ、大トロ。
油揚げとみと、油揚げとみと、うん、うまいな、うん、うん、もうこの、うん、養殖マグロの破壊力ね、背中まで大トロみたいなね、まあ、そんな目線、まあその、うん、時代ももうすぐそこまでやってきててね、あとは養殖ではやっぱりあれだよな、あのうなぎだよ、うなぎ、あのうなぎの養殖がさ、どこまで行くかだよね。うなぎ高いからね、俺うなぎが好きなんだよ。またあのうなぎが俺すごい好きなんだけどさ、まあうなぎが高い高いみたいな感じでさ、なかなかうなぎはね、うん、買うの躊躇してるからさ、いやでもうなぎは美味しいよねうなぎ美味しいんだ、またさなんだかんだ言って俺20貫全部食っちゃいそうだねこれ何人前なのこれ20貫ってさ、実際2人前か3人前かどっちかだよね。だからね、じゃあこのヒラメ、うんうん、うまんば、うんうんうん、10貫これ一人で食ったら絶対食いすぎやな。うん、しかもビール飲んでるしな。でもあと4貫しかないよ、なんだかんだ言ってごちゃごちゃ言いながらさ、うん、どんどん食っちゃってる俺みたいな感じ。まあいいや、まあちょっとお腹もいっぱいになってきたんでね、とりあえずここで一休みして、うん、でまあ結局多分ダラダラしながら全部食っちゃうとは思うんですが、うん、まあダラダラしてるとこ動画撮ってもしょうがないっていうか、まあそもそもサブチャンネル最初からずっとダラダラしてやってんだけどね。うん、じゃあメインチャンネルがダラダラしてないかっていうのは結局ダラダラしてんだけどさ、やっぱでもこれ美味しいな、この寿司な。うん、ジャパンミート、うん、あのジョイフル本、何度も言います、ジョイフル本田に併設されてる飲食、あの食品スーパージャパンミートのこのお寿司はこれは美味しい、ウォービーに匹敵する美味しさなんで、近所にジャパンミートジョイフルオンダーがある方はですね、ぜひともお買い求めいただければと思っております。おすすめです。閉店時ですね、大体ですね、あのジャパンミートの閉店時間は夜7時半ですが、まずですね、夜7時半なんですが、6時半にまず 30% 引きのですねシールが貼られます。 30% 引きのシールです。ここで焦ってはいけない。15分ぐらい経つと半額のシールが貼られるんです。だからですね、その3割引きのシールと半額のシールの時間差がですね短いんですよ。だから悪いやつはどうするかっていうと、30% 引きで実際自分のカゴに入れるんですよ。で、半額シールを貼り出したら、すいません、貼ってくださいって渡す人が結構いますが、これはルール違反です。ルール違反です、これは。だから、お店の3割引きになっても、取れないでじっと待って、お店の人が半額シールを取った瞬間に、ゲーッこれが正しいやり方でございまして、あのですね、その、30% 引きの時にその商品をゲットして、で15分後に半額シールが貼られます。大体10分か15分後にはですね3割引きのシールがあの半額になるんですけど、その時にあの自分のカゴから3割引きの商品を出して半額になったら半額シール貼ってっていう人は結構いますが、それは僕はルール違反だと思う。よくない。やっぱり半額の状態で商品棚から取らないと俺はダメだと僕は思ってるんで、今日は私はそうしました。うん、そうしました。ということでね、ちょっとね、今日、まあ、そういう人も見かけたんでね、うん、それはよろしくないんじゃないですかっていうことをですね、半額商品スペシャリストのですね、私が最初に申し上げです。最後に申し上げて、そうですね、7時半閉店なんで、6時半に 30% 引きになって、で、6時45分に半額になります。大体、いろいろ誤差あるんですけど、大体これで合ってるんで、ジョイフルホンダジャパンミートで買い物される方はご参考までにってことですね。以上です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼いたします。